はい、基礎から学べるバレーボール上達の鍋です。この動画ではバレーボールの技術を学ぶ過程でつまずきが起こるポイントを解決して皆さんと一緒にレベルアップを目指す動画になります。今回はヤフー知恵袋の質問に答えていきます。今回の質問が、バレーボールにおいてなぜどのチームも攻撃参加できないレベルを起用するのですか。自分は全くの素人なのですが、守備で上手い選手はきっと多くいると思いますし、攻撃参加できる選手が一人増えて良いような気がするのですが、リベロを起用することで生まれるメリットを教えていただきたいですっていう質問です。今回の質問なんですけども、こうやってね、攻撃参加ができる選手が一人でもね増えた方がチーム力が上がると思うので、なぜリベロを起用するのかっていう、そのメリットを教えてくださいっていうことなんですけども、でバレーボールで、ね、あまりしたことがない方っていうのは、なぜリベロを起用するのか、まあ、同じようにね思う方がいると思うんですけども、まあ、この結論としては、リベロって一番ねチーム内で一番レシーブに特化した選手なので、どんな強いスパイクもどんな強いサーブに対してもレシーブができるっていう、まあ、ある程度その前提が、ね、チーム内で一番レシーブが上手だっていう前提がありますよね。なので、後衛の人ね、3人いますよね。その方が仮にね、バイクってレシーブがそこそこっていう人が、まあ、3人いるよりは、リベロの人がね、1人、レシーブに特化した人が1人いて、相手のね、スパイクに対してレシーブを上げてもらった方が、チーム力が総合的に上がる。からリベロを入れるっていうことですよね。基本的に攻撃選手に求められるっていうのは、相手の攻撃に対して、まあレシーブですよね。レシーブをすることが、まずはね、求められる技術ですよね。まずは攻撃の人っていうのは、まあレシーブをしないと始まらないですよね。レシーブをしてから次打つっていう行動が取れると思うんですけども、まずはそのレシーブを最低限拾うっていうことを、まず重点に置いた方がチーム力が上がるので、後衛にリベロを置くんですよね。で、その後、もしね、レシーブが繋がって、打てたら後衛でスパイクを打てばいいと思うんですけども、そもそも後衛でレシーブが拾えない限りには、ほとんどはね、繋がんないんですね。まあ、前衛だとはブロックするか、後衛でレシーブするかっていうのが、相手の攻撃を防ぐ、まあ、第一歩だと思うので、まあ、ブロックは前衛ができますし、後衛に求められるのは基本的にはレシーブ力なので、リベロがいた方が基本的にはチーム力が上がるので、リベロを置いてるっていうのが私は現状だと思いますね。あと次に、後衛から攻撃するっていうことなんですけども、まあ、そもそもね、後衛から攻撃ができる選手っていうのがどれだけいるんだって話なんですけども、まあ、ちなみに私は高校3年生の時には、まあ、バックアタック打つっていうのは私しかほとんどしませんでした。なのでチーム内でもほとんど打てる選手が、ね、バックアタックっていう後ろからね、攻撃が打てる選手っていうのがほとんどいないので、基本的にはレベルを置いた方がチーム力がね上がると思ってもらった方がいいと思います。あの最低限ね、1人いればいいと思うので、仮にね、1人ぐらいリベルで交代したところで、その中で3人のうち1人がバックアタックをね最低限打てればいいと思うので、まあ、リベルをね置いた方がレシーブ力が上がるので、全体のレシーブ力が上がってチーム力が増すと思うので、攻撃にリベロを置くっていうのは、まあ、利益かなってことだと思いますね。あと攻撃に対しては、前衛がね、セッターがね、攻撃の場合は3枚スパイクを打てますし、セッターがね、前衛の場合でも2枚は攻撃を打てるので、攻撃でね、バックアタックを打つより前衛の人がね、スパイク打った方が決定率が高いので、で無理やりね、そのバックアタック打てる人を後衛に置くより、前衛の人がねスパイク打った方が決定率が高いので、前衛の人がねある程度いればバックアタックは基本的にはいらないので、まあ、リベロをね置いた方が基本的にはレシーブ力、チーム力が上がるっていうこともありますね。あと最後にね、後衛でレシーブが長けていて、スパイクがねバックアタックがめちゃめちゃ打てるっていう人が毎回毎回3人ねいるっていうのはほとんど限らないですね。実際そんなチームっていうのは、ね、私見たことがないですね。全日本くらいですか。全日本の選手でも、そんなレシーブも強くて、バックアタックを毎回打ってる人が、3枚ね、必ず入れるってことはほとんどないと思うので、基本的にはやっぱりリベロを置いて、レシーブのスペシャリストを置いて、レシーブをしてもらった方が、総合力は、まあ、上がると思いますね。まあ、みんながね、みんなね、バックアタックがすごくて、レシーブもめちゃめちゃすごいんであれば、リベロを使う必要はないと思うんですけども、まあ、みんな後衛の選手がバックアタックもレシーブもめちゃめちゃすごくて、めちゃめちゃね、トップレベルのスパイクが打てるんであれば、まあ、変える必要はないですけど、ほとんどはね、そういったことはないと思うので、まあ、基本的には後衛の時にはレベルを置いてレシーブした方が総合力は上がるのかなというふうに思います。
なので基本的にはリベロを置いてレシーブした方がチームが強くなるっていうことが、まあ結論になりますかね。はい、じゃあ今回質問なんですけども、まあ、リベロを起用することで生まれるメリットについて教えてくださいということで質問に答えました。はい、この動画に対する質問、バレーボールに対する質問はコメント欄にお願いします。この動画が良かったら高評価ボタンお願いします。チャンネル登録をしない方はチャンネル登録もお願いします。 Twitter や LINE アットもしてますので、よかったらフォロー等々お願いします。また明日も動画を上げると思いますので必ずお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。